社長のせがれ仕事にかけた大天才だ。どんな仕事だろうと僕が手がけたら朝飯前だ。僕こそチークボーイ社長のせがれ。だがお聞きください、仕事だけじゃないです。この世のことは何でもみんな知ってますよ。例えばシクラメンの花のような綺麗な旅人、ハロー、もしもし、お話し中でございますの電話の交換に、ちょっとおつにしました女主も、窓の向こうの病院の先生も、会社の前の花、かわいい花売り娘、みんな僕には OK、ウイウイ。だが女だけじゃない、いつもペコペコしている20年勤続の老社員とも、またスタッフばかり決めている生意気な家庭でも、青何しようだ僕こそチークボーイ未来は社長。おしまい。